太陽光発電太陽光発電の資源量太陽光発電の資源量では太陽光発電に関する事柄のうち資源量について述べる地表面に到達する太陽光のエネルギーは人類のエネルギー消費量に比べて桁違いに大きく砂漠などの陸地のごく一部に太陽光発電設備を設置するだけで全世界のエネルギー需要量を上回るエネルギーが 得られれるるとされるまた、太陽電池の製造に必要なシリコンなどの資源も、人類の全エネルギー需要を供給するに足りるだけの量があり、事実上無限とされる。一般的に、太陽光発電は、設置に必要な条件が少ないため、潜在的に設置できる量は多い。太陽光発電は、電力の消費地に直接設置するのが効率が良い、設置方法とされる。 太陽光を十分に受けることができ、設置場所がその重量に耐えることができる場所であれば、様々な建造物に設置が可能である。日本においても必要量を置く場所は十分にあるとされる。地球上の太陽光、エネルギー資源量の分布。国点は変換効率を8%と仮定して、世界の主要エネルギー源を、 太陽光で十分賄うために必要な面積を表す。ドイツ、EU25 カ国及び全世界の需要と等しい電力を太陽エネルギーで発電するのに必要な面積太陽光のエネルギーは薄く広く分布するが地球全体では膨大な量となる。太陽から地球全体に照射されている光エネルギーはワット数にして約 180PW である。 そのうち、地上で実際に利用可能な量は、約 1PW と言われる。これは、現在の人類のエネルギー消費量の、約50倍である。また、仮に、ゴビ砂漠に、太陽電池を敷き詰めると、全人類のエネルギー需要量に匹敵する、発電量が得られるという。設置場所における、年間の日射量は、緯度や気候によって異なる。日本では、 1> 約1 2 0 0アワー平方メートルである。欧州では中部で約1 0 0 0アワーマイメートルに南部で約1 7 0 0アワー平方メートルである。また赤道付近の国々では最大約2 6 0 0アワー平方メートルに達する。太陽光発電システムの生産に必要な原料も基本的に豊富であり、 少なくとも2050年頃までに予測される需要は十分に満たせるとされる。シリコンを用いる太陽電池では資源量は事実上無限とされる。またシリコンを用いない太陽電池についてはインジウムなどの資源が将来的に制約になる可能性があるが技術的に使用量を節約することで2050年以降も利用可能ではないかとみられている。 太陽電池は、種類により、下記のような原料をその半導体層に用いる。この他、電極に、銀やインジウムを用いる場合がある。現在の市場の主流は、結晶シリコン太陽電池である。シリコンの主要原料である二酸化ケイ素の主原料は、事実上無限であり、全世界の需要を、今後も長期にわたって満たせる、資源量がある。 工業用の高純度のものも世界中に広く分布する。このため少なくとも現在見通せる範囲では結晶シリコン太陽電池や白膜シリコン太陽電池では資源的な心配はないとされる。一方、インジウム、ガリウム、セレン、テルル、ゲルマニウムなどはシリコンほど潤沢でなく現在の技術水準のままだとすればそれぞれ対応する。 太陽電池は2050年までに何らかの資源的制約を受ける可能性がある。しかしそれまでの技術の進展によって原料の増産や節約他の材料による代替も期待できるため2050年までだけでなくそれ以降も十分に需要を満たせるのではないかと推測されている。太陽電池用シリコン原料の供給は2008年までは逼迫して 価格も高止まりしていたが、各社の増産が追いつくことで2009年からは、価格の低下が予測されている。結晶シリコン太陽電池の生産には、微細シリコン半導体デバイスほどの原料純度は、必要なく、7N 程度で足りる。太陽電池専用のソーラーグレードシリコン原料の増産の動きが活発であり、今後は高純度シリコン市場の大部分を占めるように、 なると予測されている。ソーラーグレード専用の生産技術も様々なものが実用化されており、生成に必要なエネルギーやコストも大幅に削減されると見られている。砂漠に設置された大規模太陽光発電所建物一体型の太陽光発電システム一般家庭の屋根に乗せた太陽光発電システムパーキングメーターでの 利用例太陽光発電モジュールは壁、屋根、最高窓、地上など様々な場所に設置可能である。また近年は、軽量で柔軟なフレキシブル型太陽電池も開発されており、取り付けの自由度が高まっている。太陽光発電は、集中型発電所などに比べれば、比較的大きな設置面積を必要とする。 しかし設置する場所に対する制約が少ないことから国土の比較的狭い日本においても夏季のように電力需要よりもはるかに多い量が設置できるだけの場所があるとされるこのため導入量は設置可能な面積ではなく電力供給の構成上の観点から決まるとされる日本国内で導入可能な量は夏季のように見積もられている 日本国内の標準的な環境においては、設備量 1KWP あたりの発電量は約 1000kWh 年である。100GWP の設備量の年間発電量は約 100TWh となり、日本の年間総発電量の約10%となる。太陽光発電の導入により、昼間のピーク電力需要の緩和と、 火力発電に由来する温暖化ガスの排出量削減が期待されている。2004年に NEDO の示したロードマップにおいては2030年までに 100GWP の導入を目標としている。福田ビジョンにおいては2008年時点での導入量の40倍が目標として掲げられた。2008から2009年にかけて与野党や 関係省庁からも導入ペースの前倒しが打ち出され、2009年11月からの新たな買取制度においては2020年までに2005年の20倍の導入目標が掲げられている。世界的に見ると、日本における平均年間日照量は最も日照の多い地域の半分程度である。米国の平均とほぼ同等であり、また、導入量世界一のドイツよりは多い。 国内で見ると、冬季に晴天が少なく積雪の多い日本海側では、日照量、発電量が少なく、太平洋側で多くなる。日本において、夏季のような会議論が参見される。ありがとうございます。